まだ見ぬ新しい世界へようこそ。ディスカバリージャパン。今地方の村に行っても不気味に静まり返り、何の音もしない。行政の統計では人が住んでいるはずなのだが、誰にも会うことはない。正直言って住んでいるのかどうかわからない。屋内に洗濯物を干している家も空き巣防止かもしれない。日本中どこに行っても似たり寄ったりの光景が広がっている。これからもっともっと加速していくことだろう。本堂川廃村か限界集落かを突き止めるのではなく、かつて人の営みのあった古民家を多く残す集落の今をお伝えします。所在地は犯罪を助長するので控えさせていただきます。子供の頃の記憶を呼び覚ます田舎の景色をお楽しみください。さいたま新都心などと吹聴されている埼玉県にも郡部には過疎地域が存在する。ここは秩父しか三好田の女方というところです。女方川沿いに細長い集落が連続して連なっています。川沿いは谷が深く、日当たりはよろしくない。加えて水量こそ少ないものの、川沿いの家は相当冷えることだろう。こうして歩いていても寒さで凍えてしまう。それにしてもこの大長田という変わった地名であるが、秩父にはこの他にもアグマ、イヌキ、渋沢、総津場、仁江川、博打岩などの変わった地名が多い。秩父の地名は文字面だけで興味を引く個性派ぞろいであるが、一つ一つに秩父ならではの生活や文化、歴史が深く刻まれているという。戦国時代、秀吉の小田原征伐で北条氏に従った多くの武将がこの秩父界隈に落ち武者となって流れ着いたという。一般に女方とは男が女を演じると解釈される場合が多い。ではそれが地名に使われる場合はどのような言われがあるのだろうか。想像であるが、落ち武者となって田畑を耕している自分を顧みて自虐の念から女方と呼んだのかもしれない。地名もさることながら、この女方集落は町並みとしてもなかなか見応えがあった。女方集落でも西路口にやってきました。この建物はかなり変わった造りをしている。なんか素人が適当に組んだような紐をほどけば分解できそうな感じである。対岸にも丸太で組んだ農場のようなものがあった。これは人の住む家であろうか、戦国時代の砦のような感じである。この辺りの家は車では到達できない、すでに早々と空き家となっている模様だ。加えて日が当たらない。どうしてこんなところに家を建てたのだろう。2階が1階よりもせり出す世界作りだから、2階はお蚕を飼っていたのだろうか。ここは小鹿野町の富沢集落といいます。県道282号線を北上していくと、正面の急傾斜地に立つ集落が見えてきました。坂道を登っていきます。集落の下の方は日当たりが悪いからか無住の家が多い。もっとも角の家はゴミ屋敷のように物が散乱している。誰か出てきたらどうしよう。足早に過ぎ去る。この集落ではやはり上の方が住みやすそうだ。上と下では明暗がはっきりしている。こんなに違うのも珍しい。ここも小鹿野町で地名を真日陰という。そういえばただの日陰という地名もあった。ここは真日陰だからもっと日陰が濃いのだろうか。ここで住民の方とコンタクトできました。公民館に車を置くと、日向ぼっこしていた年配の女性と目が合いました。その方は何でも小鹿野の町中からこの山深い地にお嫁に来たそうです。小鹿野では指折りの大地主で、ここに嫁に来た時は、村中で歓迎してくれたとか。しかし来てみると何もなくてがっかりしたそうです。昔は嫁ぐ先のことはわからなかったのでしょうね。まだお嬢様のような女性でした。さてここは小鹿野町の八神すすきといいます。八神すすきは県道279号線沿いに小さな集落が点在しています。先ほどは真日陰でしたが、ここが日陰という集落です。すすき川が蛇行した内側に形成された小さな集落です。そして川の対岸には日向という集落もあります。2005年に小鹿野町と合併する前は両上村と言われました。ここは小鹿野町の両上小森と言います。両上すすきと同様に県道沿いに小さな集落が点在しています。旧両上村はこの2つの集落で構成されていたらしい。両方ともどこにも抜けられないどん詰まりの集落です。かなり過酷な環境に置かれた集落で、多くが転居してしまったのか無住の家が目立ちます。ここは埼玉県小鹿野町の日尾という集落です。季節は2月朝7時前の撮影です。ここは周囲の山が高く谷が深いため、昼間でも日差しに難がある。ここに住むには環境的に厳しいと思うのだが、小鹿野町の市街地からは割と近く、寝るだけなら我慢できるのかもしれない。人はなぜ山奥に暮らしたのか、現代人にはなかなか理解できない問題だ。現代人にとって家は住むためにある。かつて家は家業のためにあった。そのためなら山の上だろうが日当たりが悪かろうが問題なかった。だから今、そのような村は廃村や限界集落に追い込まれている。最後までご覧いただきありがとうございます。